福井優也は東北楽天ゴールデンイーグルスに所属する岡山県愛田郡西岩倉村出身のプロ野球選手、宇藤右打ち。西岩倉小学校3年からソフトボールを始め、この頃からプロ野球選手になることだけを考えていた。夏は野球、冬はクロスカントリースキーで全国大会に出場した経験もある。西岩倉村立西岩倉中学校では、 兵庫県の公式野球チーム、サヨースターズに入り2年から投手、2003年に愛媛県の西美高校へ入学。当時創部されたばかりの公式野球部で監督に就任した上高生典を仕っての入学で、1年時の秋からエースの座をつかむと、11月の明治、神宮野球大会東北高校戦でに、アンダーカンプ勝利、2年春の 第76回選抜高等学校野球大会でチームを創部後初めて甲子園球場の全国大会出場に導いたばかりか初優勝を成し遂げた2年夏の第86回全国高等学校野球選手権大会で甲子園球場のマウンドに再び立つと準決勝までの4試合で先発関東勝利を果たした末に春夏連続で決勝へ進出 風で体調を崩しながらも、自ら志願して先発したが、田中正宏を擁する駒大と駒井高校の前に、春夏連覇を阻まれた。もっとも、選手権大会の終了後には、田中と共に、日米新全高校野球へ参加。3年夏の、第87回全国高等学校野球選手権、大会でも一勝するなど、在学中には、甲子園球場の全国大会で、 通算9勝を挙げた、当時の一学年先輩に、福森敦志や高橋勲がいる、高校3年時の秋に迎えた2005年の NPB 高校生ドラフト会議で、読売ジャイアンツから4巡目で指名。一旦は入団の意思を示したものの、後に誇示した上で、大学へ進学することを表明した。大学への進学に際しては、4年時の NPB ドラフト会議で、 どの球団からも指名されずに、公式野球部のある企業へ就職する事態を想定した上で、早稲田大学か、慶應義塾大学への進学を検討。当時、早稲田大学野球部の監督を務めていた、大田恵厚史料から、進学先を早稲田だけに絞るのなら、入部させると言われたこともあって、早稲田大学への進学を決めた。しかし実際には、入部に有利な推薦入試の締め切りに間に合わず、 一般受験にも合格しなかった。このため、2006年には老人生活を送りながら、ワールドウィングで勉強とトレーニングに励んだ。2007年、早稲田大学スポーツ科学部、トップアスリート選抜入試に合格。斉藤裕樹、大石達也らと同期で推薦入学し、野球部に入部。斉藤と共に二人の甲子園優勝投手は、将来のダブルエースとして期待された。 福井は後に、斉藤と大石は目標であり、自分を満足させなかったライバル。自分は3番目ですと語っている。1年春の東京六大学野球リーグ2戦目に、先発登板するが3回途中でノックアウト、夏に右肩痛を発症しベンチ入りメンバーから外される。この頃は、マウンド上での態度が歩く投球に悪影響を与えていたが、周りからの指摘で改めたことで冷静に。 投球できるようになったという。2008年5月31日、東京六大学野球春季リーグ総計戦1回戦に4番手でマウンドに上がり、2回を打者8人1アンダム失点に抑えリーグ戦初勝利。2009年春からは先発に定着し、土曜日の初戦に斉藤、日曜日の2戦目に福井が投げるというローテーションだった。福井の出身地である。 岡山県愛田郡西淡村では、広島東洋カープに2010年プロ野球ドラフト会議で1位を指名されたことを記念して、垂れ幕が掲げられた。4年時の2010年春からは、早稲田のエース番号11を背負い、9月12日、東京六大学野球周期リーグ法政大学2回戦で、リーグ戦初関東を記録し、通算10勝目、リーグ通算35試合に、 当番、11勝3敗、防御率2.57、144脱三振。2010年の NPB ドラフト会議で、広島東洋カープから一巡目で単独指名、契約金1億円、年俸一、500万円という条件で入団した。背番号は11。この会議の一巡目では、大石が6球団からの重複指名の末に埼玉西部ライオンズ、 斎藤が4球団からの重複指名の末に、北海道日本ハムファイターズが入団交渉権を獲得。同じ大学から3人の投手が別々の球団の一巡目指名を受けた事例は、NPB のドラフト会議史上初めてで、3人とも指名後に入団している。なお、ドラフト会議の直後に催された、明治神宮野球大会では、東海大学との決勝に先発。 6回を5飛安打1失点という口頭でチームを優勝に導いた。2011年には4月17日の対巨人戦に先発投手として1軍公式戦にデビュー。7回を6飛安打2失点と口頭した末に1軍公式戦での初勝利を挙げた。1軍での先発デビュー戦で初勝利を挙げた事例は球団史上8人目だが、くしくも当日は斉藤も 日本ハムの投手と福井が先発した巨人戦より44分早く試合が終わったため、この年に NPB 新人投手における1軍公式戦初勝利一番乗りの座を斎藤にさらわれた1軍公式戦には通算で27試合に登板するとともにリーグの最終規定投球回に到達、もっとも8勝10敗と負け越した上に、 セントラルリーグ最多の68よし9と11、冒頭を記録した。広島時代沖縄市野球場にて2012年には、一軍公式戦17試合の当番で2勝3敗をマーク。4月11日の対阪神タイガース戦5回表には、クレーグ・ブラゼルの内閣を攻めたところ、ブラゼルが月光、一触即発の事態に陥ったが、ブラゼルが退場処分を受けただけで、福井自身は、 この回を投げ切った。2013年には、一軍公式戦の開幕から3試合に投板。しかし、すべての投板試合で失点を喫するなど振るわず、4月上旬からは、一軍と二軍を何度も往復した。一軍公式戦全体では12試合に投板した。ものの、勝敗はつかず、防御率は8.69にまで達した。くしくもこの年には、斎藤。 大石も一軍公式戦で未勝利に終わっている。2014年には春季キャンプの前にプロ入り後初めて斉藤大石と自主トレーニングを観光。一軍公式戦では11試合だけの登板ながらシーズン二度目の先発登板であった7月27日の大阪新戦では9回を1失点に抑えた末に関東で2年振りの勝利を挙げた。2015年には 一軍公式戦に先発で21試合に登板。通算の投球イニングは131回3、1で入団1年目以来のリーグの最終規定投球回到達には至らなかったもの、9勝6敗、防御率3.56という好成績を残した。2016年にはチームが8年ぶりに復活させた投手キャプテンに就任。一軍公式戦では開幕から 先発陣の一角を担った。開幕当初は不調で、5月上旬以降に一軍から遠ざかったものの、後半戦で一軍のローテーションに復帰。8月23日の対巨人戦に先発で勝利したことによって、チームに25年振りの優勝マジックが点灯した。1週間後の対横浜 DNA ベイスターズ戦にも先発する予定だったが、試合開始の直前に、 首の痛みを訴えたため、急遽当番を回避。翌9月1日の検査で、防石中筋筋膜炎と診断されたため、再び登録を抹消されると、そのままシーズンを終えた。一軍公式戦全体では、13試合の当番で5勝4敗を記録したが、防御率は2年ぶりに4点台へ戻った。2017年には、一軍公式戦5試合の当番で1勝3敗。 防御率7.16をマーク、シーズン終了後の11月11日に2歳年上の女性と結婚した。2018年には1軍公式戦で自己最小の3試合の登板にとどまったほか、2013年以来5シーズンぶりに未勝利でシーズンを終えた。2018年11月29日に、 菊池やすんのとの交換トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍することが発表された。背番号は31。当時は斉藤が日本ハム大石が西部で現役を続けていたことから福井の楽天移籍によって3人ともパシフィックリーグの球団へ同時に在籍することになった。2019年には開幕から一軍先発陣の一角を担うと4月10日の 対西部戦で遺跡後初勝利を挙げた。一軍公式戦での勝利は、広島時代の2017年4月26日に、対巨人戦に先発で記録して、以来2シーズンぶり、5月までに西部から3勝を挙げるなどチームの開幕ダッシュに貢献した。5月中旬以降は一軍から遠ざかっていたが、一軍が千葉ロッテマリーンズとの間で、 クライマックスシリーズへの進出権を争っていた9月21日にも、楽天生命パークでの対西部戦に先発、いわゆるオープナーとして3回無失点の高頭で、チームの勝利と CS 進出に貢献した。レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦8試合に登板、西部から3勝を挙げただけで、CS での登板機会はなかった。 広島時代平均球速約時速 141km、最速時速 152km のストレートと切れ味抜群の縦のスライダー、カーブ、フォークが武器。一方で、プロ1年目の2011年にリーグ最多の吉久、球、冒頭を記録するなど請球力に欠けており、広島時代に投手コーチだった大野豊か,からは新しい球を覚えるというより、 持ち玉の請求力を磨いてほしいと修正点を挙げられていた。長兄の数誠とは元前橋育英高校のアンダースロー投手で、現在は同校のコーチを務めている。時系の隆一も2003年の甲子園に沖縄小学高校の投手権外野手として出場し、ベスト16まで進出したが2011年4月20日に交通事故により高い、福井には 先発を務めた4月24日のヤクルト戦後に不法が伝えられた。5月3日の横浜戦で先発を務め6回に3を1失点と高投資勝ち投手になり、お立ち台では天国のお兄ちゃんに捧げたいですと涙を見せた。2005年の NPB 高校生ドラフト会議で巨人から指名されたにもかかわらず入団を誇示したことをめぐっては、 指名順位が4位と低かったことが理由として報じられていたが、本人はそのことを否定。甲子園球場の全国大会と無縁であった北小高校から自身と同じ右投手の角脇拓馬が3位で指名されたことや、徳島商業高校から2003年の NPB ドラフト会議4位指名を経て入団した平岡正樹が2005年高校生ドラフト会議の 前後に支配下選手登録の解除を通告されたことに、ショックを受けたことを理由に挙げている。また、孤児を申し入れてから、早稲田大学への入学までに1年間の、老人生活を余儀なくされたことについては、高校時代に酷使した右肩を休めることができたので、充実した1年だったと語っている。性格については、早稲田大学の監督だった大竹からは、ふてぶてしく見えるが、実は繊細で、 プロに向いていると評価。広島のスカウトとして、福井の入団交渉を担当した、園田里彦からは、斎藤や大石に比べて闘争心を強く感じたとの印象を持たれている。同郷には、バンクーバーパラリンピック、金メダリストの新田義弘がいる。福井も新田が出場した、長野パラリンピックを現地で観戦していた。また、大学の同級生には九州。 朝日放送アナウンサーの長岡大河がおり、今でも信仰が深い、投手記録打撃記録その他の記録、ありがとうございます。